マホビーチは、セントマーチン島のオランダ側にある、カリブ海に面したビーチである。プリンセスジュリアナ国際空港に隣接していることで、有名で、観光客や航空ファンに人気のある場所である。航空機がユニークな低空飛行で接近するため、航空ファンのスポッターに人気がある。ビーチは滑走路の端で航空機を見ることができる、世界でも数少ない場所の一つである。 航空会社がビーチを通過するのを見ることは毎日到着および出発する飛行機の航空時刻表がビーチのほとんどのバーやレストランのボードに表示されるほど人気がある。サンセットバーグリルでは以前はパイロットと空港管制等との間の無線を放送するスピーカーが外部デッキに似合った。マホビーチの J ウィンドスポーツマホビーチは滑走路の 限界に非常に近く、飛行経路のすぐ下にあり、航空機のファイナルアプローチが地面から100フィート未満の高度で海岸を飛行する。このため、ビーチは空港に近づく、航空機を撮影しようとするカメラマンやビデオ、撮影者にとって人気のある場所になっている。メディアを再生するビーチの人は飛行機が離陸するのを見る。滑走路、番号10から離陸した。 航空機からのジェット気流のため海岸に立っている人が水中に吹き飛ばされる危険性がある。地方政府は離着陸する航空機が重大な障害または死をもたらすと警告している。滑走路を取り巻くフェンスに人がぶらつくことを防止するため滑走路番号10の後ろに追加のフェンスが追加した。ビーチそのものは白い砂で。 Z ット紛失のため食性がほとんどない。キャロバンサーイリゾート、サンセットバー、バンブーバーニースやブリスなどのレストランやナイトクラブが近くにある。ビーチはウィンドサーフィンやスキムボードに人気がある。2008年10月16日、セントマール店のマホ地区はハリケーンオマールの深刻な被害を受け、サンセットバーグリルとバンブーバーニーとブリスが破壊された。 2017年7月12日、カリビアン航空457便が空港から離陸した際、ニュージーランドの57歳の女性が、ゼットブラストで死亡した。女性は、風で吹き飛ばされ、頭をコンクリートに打ちつけた。ハリケーン・イルマの後のマホビーチと、プリンセス・ジュリアナ国際空港ビーチにある危険を知らせる、警告看板リー・イー・ハリス、PHD、PE、 サイトインベスティゲーションス、オブザビーチエロージョンプロブレムアットマホビーチ、ストリート、マートン。フロリダインスティチュートオブテクノロジー、2013年2月22日、閲覧。ゼットブラストキルズツーリストアットエアポートインシント、マートン。 うのニュース、http コロンスラッシュスラッシュ bnonews.com スラッシュニューススラッシュインデックス php スラッシュニューススラッシュ ID61032017 年7月13日閲覧ありがとうございます。